はい、ということでね、今日はテレビについてです。まあ、テレビについてっていうかね、もちろんテレビ中心にやるんですけれども、今日はですね、ざっくり広告業界全体についての動画になってると思います。だからですね、まあ、テレビに限らずちょっとね、面白い動画かなと思います。まあ今のね、広告業界の状況、これに興味がある人は面白いかなと。まあそしてですね、今っていうと、もちろんコロナ禍で、広告業界、調子がいいわけないんですけれども、その中でもテレビ。まあこれはね、すぐピンとくる人は分かると思うんですけれども、テレビっていうとね、こう広告以外のビジネス、これを持ってるじゃないですか。分かる人は分かると思うんですけれども。そのね、最後の砦のビジネス、これもちょっとね、危ういんじゃないかっていうね、まあこの先の話ですけれども、こういった話をしていこうと思います。それはまあ一番最後の方ですけれども。で、まずですね、テレビ広告についての話です。電通が2月25日に発表した2020年日本の総広告費は新型コロナウイルス感染拡大に伴い6兆1594億円。これが前年比 88.8% に減少した。イベントや反則キャンペーンの延期、中止が響き、東日本大震災のあった11年以来、9年ぶりのマイナス成長を記録。っていうことですね、これ。テレビ、新聞に限らずね、ネットも含めていろんな広告ありますけれどもね。トータルで見たらこれ実はね、基本的に広告産業ってのは伸びていたと。まあこれはもちろんね、ネットがあるからですよね。ネットの広告が牽引してると。まあ例えばですね、こう昔なんて、もう個人商店みたいなところとか、もっと言ったらですよ、今だともう個人でもね、ネットに広告って出せるじゃないですか。わかりますこれ。例えばね、YouTube の広告なんてあれ全然個人でね、出せるんですよ。僕もね、出してたことあります。まあそんな感じでね、こうネットによって広告を出す間口がね、広がったってことだと思うんですよね。それによってね、こう広告産業だけで見たらね、伸びてきていると。ただ今回そういった広告業界もね、さすがに東日本大震災以来9年ぶりにマイナス成長したと。もちろんね、これ皆さん知っての通り、まあさっきも言いましたけれども、これっていうのはですね、ネット広告も含めた広告全体の話ですから、まあテレビはね、こう時間をかけて下がってきてますけれども、新聞はね、もっと急ですね。まあ新聞についてはね、また今度動画作ろうと思ってます。まあそういった感じでね、テレビも新聞も落ちてきてるんですけれども、今回はね、特別に、やっぱりこう、コロナ禍ですよね、コロナ不況です。そういったこともあってね、下げ幅っていうのはね、かなりあったんですよね。これがですね、1947年の統計開始以降では、リーマンショックの影響を受けた2009年の 88.5% に次ぐ下げ幅となった。まあこれ前年比ですよね。で、じゃあ今回どれぐらいになったかっていうと、今回が前年比で 88.8% ですから、まあ大体ね、こうリーマンショックと同じぐらいの下げ幅があったと。まあ広告業界にとってはね、同じぐらいのダメージがあったと。まあだからですね、これ広告業界全体的にね、下がってるわけですから、もう全部のね、いろんな広告合わせて。だからやっぱりね、こう YouTuber やってる僕とかにもね、影響がないわけじゃないんですよね。まあただそうは言ってもですよ、やっぱりこう一番影響が大きかったのは、やっぱりですね、こう古くからの大手マスコミだと思います。その証拠にこうなってますね。媒体別だと、マスコミ4媒体広告費は2兆2536億円。これが前年比で 86.4% っていうことで、あ、これですね、マスコミ4媒体っていうのは新聞、雑誌、ラジオ、テレビのことです。これがですね、もう全部6年連続の減少なんだそうです。だからね、広告全体で言うとずっと伸びてきたと。なんでかっていうと、2011年のね、東日本大震災。この時以来の落ち込みってことですから、その間はね、ずっと伸びてたわけじゃないですか。広告費全体ですよ。にもかかわらず、さっき言った4媒体。まあだから古くからある媒体ですよね。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ。これっていうのはですよ、もう広告全体の総量っていうのは2020年になるまでね、ずっと上がってきていたと。でも、新聞、雑誌、ラジオ、テレビっていうのは6年連続で下がってきていたと。ということで、今回のコロナ禍、コロナ不況で、よりっていう感じですけれども、もともとね、古くからある、この4媒体っていうのは社用だったと。で、中でもですよ、今日フォーカス当てているテレビですよね。テレビメディア広告費は、東京2020年オリンピック・パラリンピックをはじめ、大型イベントの延期が続き、1兆5386億円。これが前の年と比べてね、88.7% に落ち込んだ。やっぱり今っていうのはですね、これ特に不況だからですけれども、広告出す側っていうのもね、こう、どんぶり勘定とかでね、出してこないんですよね、広告っての。昔はそういうの多かったと思うんですけれども、それはなんでかっていうとね、やっぱネット広告が始まったからなんですよね。なんでかっていうと、ネット広告っていうと、テレビの広告なんかよりも、随分ね、こう、精度が高いんですよね。要するにね、いくら使って、どれだけの人数にリーチして、そしてその結果ね、いくらリターンがあったか、っていうのが分かりやすいんですよね。テレビってのはね、まあ視聴率ぐらいしかないじゃないですか。それとちょっとね、分かりにくいんですよね。本当に効果があったかっていうのはね。でもネット広告っていうのはね、すごい効果測定しやすいんですよね。まあ費用対効果。これが分かりやすいと。そうすると当然ね、そっちの方にみんな流れていきますし、今回みたいな不況があるとね、よりそっちにね、流れるのを加速しますよね。だからね、よりテレビっていうのはきつい状況なんですよね。
まあ、あとね、やっぱテレビメディアっていうのはこうネットメディアと比べて図体が大きいじゃないですか。そうするとこう経費の削減とかも難しいですしね、結構厳しいと思うんですよね。そしてですよ、あと他の広告についても書いてあったんですけれども、個人的にねこれちょっと面白かったんですよ。あ、これはねテレビ広告ってわけじゃないです。プロモーションメディア広告費も1兆6768億円、これが 75.4% と減少、かなり落ちてますよね。これテレビよりも落ちてると。これ何かっていうと、特にイベント展示映像ほか3473億円、 61.2%。 まあだからね、このプロモーションメディア広告費って何かっていうと、今言ったねイベントとか展示とか映像とかそういったものってことなんですよ。そして他にも織り込みが2525億円、これが前年比で 70.9%。 まあこういった感じに大幅に減ったと。まあ確かにね、これ今コロナ禍で今こうお金を使って織り込み広告挟もうっていうのもね、それは前の年と比べて減りますよね。まあ2020年とね2019年の比較ですけれども、それは減少すると 70% ぐらいだと。まあその他にもね、イベントとか展示とか、これが 61.2%、 まあ 40% ぐらいね下がってると。それはそうですよね。だってイベントごとっていうのがねなくなっちゃうわけですから、中止とかねやらないとか。まあでもね、これ逆に言うと織り込み広告 70% ってことですから 30% しか減ってないんですよね。なんかこう頭の中で考えるとね、もっと減りそうな感じがするんですけれどもね。そしてもう一つ、これまた別のね種類が違う広告です。これがですねやっぱりすごいんですよ。一方インターネット広告費は2兆2290億円で、何がすごいかっていうと、これがですよ、2019年と2020年比べて、2020年はもちろんねコロナ禍じゃないですか。そのコロナ禍で 105.9% と好調。まあだからね、僕もさっき言ったように4倍台からネットの方にね広告がシフトしてるって言いましたけれども、まさかね2019年と2020年で2020年の方がね伸びてるとはちょっと思ってなかったですね。これがね 105.9% ですからね、ほぼ 106% ですよね。 6% 伸びていたと。ということでネット広告、2020年4月から6月は新型コロナの影響を受けたが、他メディアよりも早く回復基調に。巣ごもり需要により SNS やネット通販への接触機会が増え、大手プラットフォーマーを中心とした運用型広告の需要が高まった。ということでね、僕ちょっとさっき言いましたよね、これ。広告費が下がっていくと、YouTuber も一言じゃないと。でもそうしたらね、今言ったように、ネット広告ってのは、去年の4月から6月あたりは落ち込んだけれども、その後巻き返して、結果的にトータルで 6% 伸びてると。これね、実はね、僕自身も感じたんですよね。去年ね、一時期、YouTube のね、僕の収入ってのもね、下がった時期あったんですよ。まあもうちょっと細かく言うとですよ、1再生あたりの単価、広告収益、これが下がった時期があったんですよ。でも確かにね、これかなり後半ですけれども、まあ毎年の時期的なものもありますけれどもね、例えば年末がね広告費高いとか、そういったせいかなと思ってたんですけれども、結局ねネット広告っていうのは後半、まあ今の記事にもあったようにね巻き返してたんですね。まあそういったこともあってね、 YouTube の1再生あたりの単価ってのもぼちぼちですけれども戻ってきていたと。あとですね、ちょっと面白かったのが、さっきも言ったねマスコミ4媒体、テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、このね広告費落ちてきてるって話だったじゃないですか。でもねこれまたちょっと面白いことが書いてあって、このねテレビ、新聞、ラジオ、雑誌、ここってのもですね、例えば昔ながらのテレビ放映とか、あと新聞はね紙の新聞、これだけじゃないじゃないですか。例えば新聞とかだったらオンラインメディアだからね、デジタルで読む新聞ってのもあるじゃないですか。ここの広告費もありますよね。こっちだと一応ネット広告ってことになるじゃないですか。こういったところで見るとね、昔ながらの4媒体って言ってもね、ちょっと違った数字出てくるんですよ。これが面白いんですよ。こういう風に書いてありました。またマスコミ4媒体の事業者が提供するネットサービスでの広告費、かっこマスコミ4媒体由来のデジタル広告費が803億円で、このね2020年の803億円という広告費が2019年と比べると 112.3% だったと、増加していたと。面白いですよね。別にね4媒体が何もかもダメってわけじゃなくて、もちろんねメインのビジネスのテレビ放送とか紙の新聞ってのはねダメなんですけれども、そこがやってるねオンラインメディアとか、そういったところの広告ってのはやっぱ伸びてるんですよね。ちょっとその辺がね興味深いなと思いました。あとですね、ちょっとこういったくくりの、ちょっと面白いんですけれども、こういったくくりのね広告費も紹介しようと思います。これがですね、家電や雑貨などの EC で出店者が投下した広告費。どういうことかっていうと、物販系 EC プラットフォーム広告費って書いてありますね。まあだからですね、これ出店者が投下した広告費っていうでしょ。でどこに投下してるかっていうと EC プラットフォーム。だから例えばですよ、 Amazon とか楽天とか、まあ他にもね個人だったらヤフオクとかね、メルカリとか、こういったのも入ってるかもしれないですよね。そういった EC プラットフォームで自分の商品をねより宣伝する、まあだから上位表示とかね、そういったことあると思うんですけれども、そういったところに使ったお金、これがですね1321億円っていうことで、前年と比べてね
2019年と2020年比べて 124.2%、 2桁成長を記録したと。 24% 以上ね、伸びてるっていうね。確かにこれもね、広告費なんですよね。ということでね、これネット由来のね、広告費っていうのは伸びてるんですけれども、まあ想像通りね、やっぱこうテレビ広告とかね、紙の新聞、そういったのにね、使われてる広告費っていうのはやっぱり下がってるんですよね。ただですよ皆さん、ここからちょっとね、話は切り替わっていくんですけれども、そんなテレビ新聞でもですよ、やっぱ会社はなんとかなってるわけですよ。それがなんでなんとかなってるかっていうのはね、これ何人か分かってると思うんですよ、見てる人でね。なんでこれテレビ局や新聞がね、会社自体がなんとかなってるかっていうと、そうなんですよね、不動産ビジネスを持ってるからなんですよね。これ知ってる人知ってますよね。テレビ局とか新聞社っていうのは結構な不動産持ってるんですよね。そしてそれを利用してビジネスをしてると。不動産ビジネス、そういったね、マスコミの本業とは違うところで儲けてるから、なんとか会社としてはね、なってると。まあだからね、そういう社用になってきているテレビとか新聞からするとね、この不動産ビジネスっていうのが本当の本当のね、最後の砦というかね、頼みの綱なんですよ。ただですよ、これさえもちょっとね、危うくなってきてるなっていうニュースがあったんですよ。これがですね、マネーポストウェブからです。多くの不動産を持っている会社といえば、不動産会社を思い浮かべる人も多いかもしれないが、本業とは別に不動産ビジネスを幅広く手掛ける企業は少なくない。ということで、新聞テレビ局などメディア系企業も同様だ。もともとメディアは朝日新聞なら有楽町、 TBS なら赤坂と都心の一等地に本社があった。 TBS が赤坂ビッツタワーを建てたように、各社は地の利を生かして利益を得てきた。でですね、これ具体的にどのぐらい不動産ビジネス依存かっていうと、一例なんですけれどもね、TBS の2020年3月期の業績は、本業であるメディアコンテンツ事業の営業利益24億円に対して、不動産その他事業は同79億円と3倍以上を稼ぎ出したっていうことで、確かにね、これ不動産頼りって知ってましたけれども、かなりすごいですよね。本業のね、メディアコンテンツ事業、まだかテレビの儲けですよ。 TBS のテレビからの儲けっていうのが24億円に対して、テレビ局なのに不動産から儲けてる利益っていうのが79億円と3倍ありますからね。もうだから不動産の会社ですよね、これだとね。まあしょうがないんでしょうけれども、まあだからね、今の時代のテレビ局とか新聞社ってのはね、大体こんな感じなんですよね。不動産から利益を得てると。そして重要なのがですよ、これからこの頼みのね、不動産ビジネス、これがどうなるかというと、国税庁は1月26日、大阪市内の繁華街3地点の2020年1月時点の路線価を厳正補正すると発表した。コロナの影響で急落した繁華街の地価が路線価を下回り、相続税の算定に支障が出るとの判断です。減額補正は1955年の制度開始以来、大規模災害時を除いて初めての措置です。っていうか、まあ今回ね、大規模災害ですからね。コロナの感染拡大により、不動産バブル崩壊の危機に瀕している、不動産ジャーナリストの榊原氏が指摘する。ということでね、不動産の値段っていうのが下がってきてると。まあ正確に言うとね、これからより下がっていくんですけれども、まだそんなに下がってないんですけれどもね、これから下がる理由としてはですね、このね、不動産ジャーナリストの榊さんが指摘するには、リモートワーク。やっぱそうですよね。まあそしてリモートワークしてるから都心部にね、人が集まっていないと。もちろんね、パッと見たらね、渋谷とか人いっぱいいるように見えるんですけれども、それでもですね、厳密に測ると、だいぶね、やっぱ下がってるわけですよ。2019年とね、2020年比べると。まあこれ今でもね。まあそして、そういったことですからね、テナントも撤退していくと。もしくはね、入れ替わると。そしてその結果ね、賃料が減少すると。ということでね、今のこう事業物件、だからね、こうお店とか会社とか、そういったところがね、入る物件の話です。そしてさらにですね、個人の物件も、だからマンションとかですよ。これがですね、コロナの不況によって、個人所得の減少で不動産需要が減り、住宅ローンの返済が困難になり、マンションの投げ売りが始まる可能性がある。この先、不動産価格の下降傾向は避けれないと見ています。その影響は誰もが知る大企業に及ぶ可能性がある。ということでね、これから不動産の価格の下落っていうのが本格的に始まるだろうと。まあ、これなんでかっていうとね、多分ね、今はこう国の助成金とかって会社も助かってるし、そしてですね、皆さんも知っての通り、今国がですね、いろんな緩和とかして、市場にね、お金どんどん出してるわけですよね。まあ、よく言うじゃないですか、市場に今お金が余ってる、ジャブジャブだとかって。もちろんなんでかっていうと、国がね、偉いことにならないように、とんでもない金融ショックとかね、そういったことが起きないように、いっぱいね、お金をばらまいてるんですよね。そういったこともあって、今のところですけれども、大きなね、不動産の価格の下落っていうのはね、まだ始まってないんですよ。若干ね、落ちてるかもしれませんけれども、これから本格的にね、落ちていくんじゃないかと。なんでかっていうと、国のね、まあ、いろいろ補助金とかもそうだし、市場に出してるお金、こういったことをね、いつまでも続けるわけにいかないじゃないですか。だからね、止めてからが本番っていうかね、そこからね、不動産っていうのも落ちていくんじゃないかっていうふうにね、不動産専門のジャーナリストの人は思ってると。
でですね、その証拠に、まあその証拠っていうかね、そういう風な考え方をしてるってことなんですけれども、皆さんもね、まあ僕のチャンネルの動画でも何回か言いましたけれども、ABEX とか、そして電通とかが本社ビルを売るっていうのはね、皆さん知ってますよね。これなんで売るかっていうと、まだですね、不動産の下落っていうのが本格的に始まってないから、今のうちに売ってお金に買い取った方がいい。こういった判断なんですよ。だからね、やっぱりこう腐っても、電通とか ABEX っていうとね、優秀なんですよ。これからね、さらに不動産価格が落ちると思ってるから、今のうちに売っといてね、キャッシュに変えときたいっていうね。やっぱりね、まあ賢いんですよね。ただですね、こういったような動きっていうのがね、テレビ局とか、こういったところがね、できるかって言ったら僕はね、できないんじゃないのかなって思うんですよ。まああとね、もちろんこう、売ってしまったらおしまいですよね。まあそういったこともあってね、おそらくこれテレビ局とかっていうのはね、不動産の売却っていうのはね、しないんじゃないのかなと思うんですけれどもね。まあ少なくともね、すぐには。でもですよ、さっき紹介したように、これからですね、そういったテレビ局とかの最後の砦、最後の頼みの綱の不動産ビジネス、これがですね、どんどん落ちていくんじゃないかって話なんですよね。はい、ということでね、これテレビ自体がね、社用ってのは皆さん知ってると思うんですけれども、不動産ビジネスまでがね、これから落ちていくんじゃないかってね、まあそんなニュースでした。ちょっとですね、明日かわかんないですけれども、これ新聞についてもね、かなりやばいっていうね、そういったニュースがね、なんかここ数日でね、すごいたくさん出てるんですよ、なんか新聞について。なんでかってわかんないですけれども、それもですね、ちょっとまとめて動画にしようと思ってます。ちょっと待っててくださいね。